ロスラベツの紋章。マロヤロスラベツは、ロシア連邦のカルーガ州北東部にある都市。丘川水系に属するプロトバ川の支流ルージャ川の、右岸に立つ。首都モスクワの南西1 2 1トル州都カルーガの北東6 1トルに位置する。マロヤロスラベツ地区の行政中心地でもある。人口は3万1606人。科学都市オブニンスクに隣接する。 マロヤロスラベツのニコライフチョルノストロフスキー修道院マロヤロスラベツは14世紀末から15世紀初頭にかけての時期にモスクワ大公イバニ一世の孫であるセルプホフ公、ウラジーミルが建設した町でありウラジーミルの息子ヤロスラフにちなんでヤロスラベツと名付けられた町開きの年は今日では1402年とされている1485年この地方は モスクワ大公国に並行され、ヤロスラベツは、ヤロスラブリと区別するために、小さなという意味の窃盗字をつけてマールイヤロスラベツと呼ばれるようになった。1776年、マールイヤロスラベツは、死の地位を得た。地名は後にマロヤロスラベツへと変わっている。ナポレオンのロシア侵入では、この町の近くで1812年10月24日に、マロヤロスラベツの戦いが起こった。 この戦いでは、ミハイルク・トゥーゾフ率いるロシア軍が、モスクワから退却するフランス帝国の大陸軍に対して追撃を行った。フランス側が、ロシア側に大きな被害を与え、かろうじて戦術的な勝利を収めた。しかし、大陸軍はこの戦いにより、ロシア軍が消毒化したスモレンスク経由の道を通らざるを得なくなり、激しく消耗する結果に終わった。 この戦いを記念する大聖堂が1843年にニコライフチョルノ・ストロフスキー修道院に建設された。第二次世界大戦の独ソ戦ではモスクワの戦いの際に戦場となっている。1941年10月18日にドイツ国防軍により占領され陸軍司令部が置かれたがモスクワ付近から カルーガ付近まで前線を押し返した赤軍により1942年1月2日に解放された。マロヤロスラベツ駅橋のマロヤロスラベツは小規模な工業都市となっている。アルミ製錬工場と機械工場、繊維工場、木材工場、家具工場などが立地している。最寄りの国道は A101 号線であり、その他には町の数キロ南を モスクワからブリャンスクを経て、ウクライナのキエフ方面につながっている M3 幹線道路が通る。また、モスクワからルガブリャンスクキエフ間の幹線鉄道が通り、マロヤロスラ別に鉄道駅が置かれている。マロヤロスラ別には1812年祖国戦争博物館があり、マロヤロスラ別の戦いなどに関する資料を展示している。また、制度や 修道院なども現存している。主なものには、ニコライフチョルノ・ストロフスキー修道院がある。ありがとうございます。